にしてもお前も結構なミーハーなんだな。だったら昨日サラと会っておけばよかったのに。別に T シャツやパーカーそんなもの買う気はないですよ。ただスマホの高機能ケースが欲しいだけです。バッテリー内蔵高音質リニア PCM レコーダー付きなんですよ。まあ分かったよ。そりゃいいな。あなたはいいんですか。僕が買ったらお揃いになるけどいいのか。うん、そっか。あなたは買わないでください。二枚目のこの僕がなんて集大を。こいつ自分で二枚目とか思っちゃってるんですけど。せめて学校のみんなにバレませんように。私は知っちゃいましたからどうしましょうかね。言うな。それが人に物を頼む時の態度でしょうか。言わないでくれ。もっと言わないでください。お願いしますわ。言わないでください。お願いします。そこまで丁寧に頼まれたら仕方ないか。はいはい、言わないでおきますよ。ではまずあなたの本名を教えてください。黒羽ゆさです。私は脅す作戦を立てるのが大の得意です。信じてください。ああ、そうですね。じゃあ私だけ行きますか。いや待て、あゆみはユサのファン。こいつを連れて行けばあゆみも喜ぶに違いない。どうしました。だがミーハーなお前だけが邪魔だ。トモリとユサだけにしたい。乗り移って窓から飛び降り怪我でもさせるか。へえ、キリンってああやって寝るんだ。そうなんです。キリンは寝るときに首をトグロのように巻いて。キリンがいるんですか。あら、やっぱりアユには内緒でお二人付き合っていたり。それはない。すごい相性。照れ隠しってやつかな。マジ違う。ほらほら、アユは絶対お似合いだと思うのにな。いえいえ、こいつのようなイケメンで頭脳明晰なやつ私とは全然釣り合わないですから。やってみる。いやいや、無謀ですって。本気だ。僕はお前に恩がある。そのお前がそれしかないと言うならそうする。動機が薄いっすね。でもあんなことがまた起きるかもしれない。今度は僕がお前を救いたい。だからなして。お前が好きだから。はあ、それは何すか。恋とかでしょうか。